こんばんは。どうもです。ありがとう。ちょっと明るいか？また言ってるわ、ほんまに。明るいか？明るくないか？言うて。いつも言うておりますけど。なんか、こうしたりとか。わからんね。よいしょ。はあ。さとちゃん、一番ありがとうございます。ありがとう。ドナルドさん、猫さん、お、体調も今日もお仕事お疲れ様です。体調ありがとう。うん、ありがとうございます。ロビーズさん、今日は雨で冷たいねって。確かにね、もう今日ずっと雨で、しかもね、あの結構な雨、横もなんか風も吹いててちょっと寒かったですね今日。ワンガンさん、そうなのよ、見えてないんだけど今日最強戦があったんよね。待って、13面待ち？え、やばいじゃん。え、すごいね、13面待ちだった。え、出たんですか？すごいじゃん。それ最強戦はダブル役満ありなんだっけ？13面待ちってダブル役満だよね。すごくない？出たんですか？その13面待ちの状態で転廃することがすごい。ジージ、ぬくもりさん、カルビーさん、ブルームーンさん、リラックマ、なりたま、ありがとうございます。あ、はい、昨日もうなんかほんと終わってから帰ってすぐ寝ちゃって、で、まあ今日も用事はあったんですけど、でもそんな早くなくて、めっちゃね寝ました、本当に。ありがとう。ユッキーさん、イットンさん、イットンさん、ファントムさん、ブレイブさん、エイジさん、ヤックン、パシフィックさん、オサピーさん、フジモンさん、アサミさん、モキチ、ナオさん、ニーサンさん、マイカグラさん、ノリさん、デイキさん、アダさん、ノブさん、ありがとうございます。ユッキーさん、ダルマありがとう。羽馬さん、マメシバさん、ヨッシーパパさん、グッチ、ありがとうございます。お、コラボ見てくれてありがとう。 YouTube のポップティーの動画ですね。ありがとうございます。嬉しいな、貫禄ありました。ベクポワーさん、アマトーさん、アチーキリースさん、お寿司さん、ピルクル、シロさん、ヘムヘムさん、おかきさん、バンクーバーさん、ザッキーさん、はい、イズキュン、おーいって言ってくれてる。はーい。マミシバーさん、プチと、ありがとう、ポプティン見てくれて嬉しいです。あれ、なんかまた続きが出る予定かな？なので、よかったらまた告知しますけど、見てくれたら嬉しいです。スランポコン、カノアさん、ありがとうございます。後ろのキノコをどうやって食べようかって、え、食べないで食べるつもり。夢見もこいちさん、風鈴さん、 HK さん、そう、今日ね、そう、後ろレムちゃんにしてみました。ちょっと変えたどうですか、パジャマでお邪魔か。いや、これ一応パジャマじゃないんだよ今日。なんかちょっと短めのトップスみたいな、ピチッとしたやつ。よくこういうのにデニム履いたりとか
するんだけど、下は変えちゃったんだけど。桜タイガーさん、カペさん、HK さん、ロッピーさん、ありがとうございます。ありがとう。こうちょっと一回明るくしちゃって、明るくしちゃって、これちょっとなんかちょっと暗くするみたいな、眩しすぎたわ。ちょっとケンスケありがとうございます、かわいい感じって言ってくれた、ありがとう。ロッピーさんありがとうございます。夜は行きつけの、あ、大荒れの天気だった。やっぱ鹿児島の方も、そっか、結構ね天気悪そうやったね。今日全国的に悪かったのかな、なんか梅雨入りが始まったのかなとかって思ったけど、あのまだ梅雨入りはまだらしいんですよね。そうなのよ。かんちゃん、のんびりしたいねさん、こうじさん、温泉こうじさん、白うさぎさん、あんちゃんありがとう、若いさん、明日雨なんだ、明日も雨なんだ、そっか。ひらがなのかずさん、トゲ、ハムちゃんありがとうございます、ありがとう。トゲ、こちらこそ。自宅寒すぎて長袖着てますって、あ、ちょっと今日寒いね。私もさっきまで着てたんだけど、なんか可愛いやつに着替えたいなと思って探したら結構なんかめっちゃ半袖みたいだった。でも家の中は寒くないですよ。秋山さんありがとう。ぬくもりさん、プチとありがとうございます。風邪ひかないように気をつけます。え、広島大雨だったんだ。カズアトマークさん、かおりさんのルームよりありがとうございます。あ、でもひなほとも書いてくれてるから、ひなほかおりさんルームより、キャメさんおばんです、ありがとうございます。そう、国士だね。トゲ、岸子さんさんありがとう。天藤さん、結婚していただいて、天藤さん、プチありがとうございます。6月第1日曜日はプロポーズの日、以前にも伝えましたが、諸事情によりライスで結婚してください。来世また人間で生まれてるかな私。まずさ、人間で生まれてこれるってすごい確率やない？まずね、すごいと思うんですよ。っていうのをね、前母とも話しててね、だから人間でお互い生まれたらもうそれだけですごいよね、来世。大将さんいらっしゃい、ありがとうございます。かぎちゃん、ブラッチ、ほんと？ありがとうございます、嬉しい、よかった。ザヤクさん、今日もありがとう。国士無双13日、夢の世界、リーチしても上がれそう。ほんまやね。もうリーチしたらめっちゃわかるね。でも来てしもうたーってなるね、周りの人ら。おさぴーさん、かわいいジョコありがとうございます。わーい。ストンコさんいらっしゃい。ほ、ケンスケ、あの、クマのお花のやつありがとうございます。10個もいただいてる、ありがとう。みちゃおさん、しろうさぎさん、ありがとうございます。ほ、ほ、これお家に行ってからだ、なんかプツって、なんかできた。何これ、なんかブツブツみたいになってるんだけど、え、なんか配信始まるちょっと前ぐらいからかな、別に痒くないんだけど、これ何が、何なのこれ、びっくり。なんかなと、なんかゴミでもついとんかと思ったらブツブツでした。辰野倉さんいらっしゃい、ありがとうございます。
村 P さん、こんな寒い日にメロンフラペチーノ飲んできました。まあ、人気やけんね。いつなくなるかわからんもんね、村 P さん。いいね、いいね。美味しいよね、メロンフラペチーノ。村 P さんとまち、ま、なんか混ざってムランフラペチーノになっちゃった。美味しかったです、めっちゃ。あとなんかフラペチーノにしてはカロリー低いらしいです。あのメロンフラペチーノは。自然界さん、タツノクラさん、ありがとうございます。あ、のりたま見ました。おめでとう。プチとあのエルちゃんで初めて SS ランクで。すごい。そうなのよ。私もやらないと、ウマ娘。すごいな。なってんてんさん、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。ヤマピー、こんばんは、ありがとう。大将さん、プチ、ありがとうございます。浅草観光いいな、家族で浅草観光最高やん。なんか浅草で浴衣着てメンバーとかと歩くのめっちゃ夢です。めっちゃ浴衣の着付けのお店とかあるやんか、こうレンタルとか。お、明日は曇りか。ありがとう、コロポ。5分めっちゃ遅れとるな。マサさん、プチ、ありがとうございます。あら、喘息を大事に。よしんこ、ほんと。ようちゃん、ありがとうございます。なってんてんさん、また来てくれてありがとう。まだわさん、ありがとうございます。ラジオで言ってたエゴヒトさんの雨、君を連れていいねって。あ、聞いてくれたん？ありがとう、まだおさん。ほやろー、嬉しい。そう、ラジオでね、雨といえば何の曲が好きかっていうお題で、あの、結局、最後の雨に、をおすすめかけてもらったんだけど、もう一曲悩んでたやつがあって、それがあの、エゴイストさんの雨君を連れてっていうね、曲があるんですけど。すごいいいのよ、あの、雨の日に聞くと。ブーちゃんさん、カミーさん、ありがとうございます。あ、カミーさん、ちょっとお久しぶりか。ありがとう。前髪パッツンすぎて大好きよ。ありがとうございます。綺麗にパッツンにしてます。はるかさん、石高さん、エルモさん、ありがとうございます。え、リゼロ3期で出る予定なの、オロピーさん。え、めっちゃ楽しみなんだけど。みちゃおさん、ありがとうございます。あら、嬉しい。クマのお花、ありがとうございます。わーい、ふうりんさん、似合う、ありがとう。さとしさん、ありがとうございます。今日は久々にエミフル行ってきたよ。だいぶ変わってたって。あ、ほんと、だいぶ変わってた。それだいぶ行ってないよね、さとしさん、そのエミフルに。え、なんか変わっとったんかな。まごさん、ペローティーさん、ありがとう。その原さん、プチ、ありがとうございます。こんばんはのプチ。バリンチュさん、黄色い魚さん、ありがとうございます。あ、のりたまも、クマのお花たち、ありがとうございます。10個もいただいてる、ありがとう。新一カウント、ありがとうね。高星ハートさん、ありがとうございます。ありがとう。若井さん、プチ、ありがとう。ひなほ先生見ましたって。ひなほ、あ、ありがとうございます。YouTube ですね。嬉しい。のりたま、結婚してありがとう。そう、ちょっとふわふわ系の生地です、とろけるさん。なんかタオル地っぽい感じがするけど。すけさん、かくさん、ありがとうございます。おっきいさん、ありがとう。今日の愛媛の大雨が明日首都圏に来る予報ですって。あ、本当ですか。めっちゃ降ってたんで気をつけて。そっか。あ、なってんてんさん、ありがとうございます。ライブ終わりました。園原隊員さん、あら、ありがとう、ありがとうございます。クマのお花、ありがとう。ジャッカマエイジさん、セミ、ありがとうございます。今日もお、なおさん、にいさんさんもラジオで竹山聞いてくれてありがとう。雨がテーマでしたね。ね、ライブの時晴れてほしいね、ほんと。
6月はまだ結構ライブがありますけど。山下さん、背景いつもと違いますかね。ここがお家です。山下さん、まみしばさん、セミありがとうございます。滝山のみんなにお手紙書いてたら8時間そんなに、ありがとう。めっちゃ考えてくれとるんやね。ありがとうございます。あ、やばいな、めっちゃコメントくれてるな、これ。ありがとうみんな。吉勝さん、おてもちゃん、ありがとう。ドナルドさん、セミありがとうございます。カウントと、サカピーさん、ありがとう、全部見てくれて。ポップティーンの優しい眼差ししてましたか。ありがとう。あ、ひとみさん、お大事に。頭痛がひどかったから早退したよって。お大事にです、ひとみさん。とりちゃんさん、コーチ、こちらこそ来てくれててありがとうございました。まーちゃん、しんざんさん、ありがとう。トゲプチ、ありがとう。あ、そっか、コロボ今月立てないか、まだ。あれ、こえこってしまってるか。グエミー、グエオー、グエコー、ありがとうございます。あ母が書いてくれた、なんかグエミマーティン見つけた。なんか勝手に母に書かれてたやつ。私はクルメの旗を織り、娘よ化粧ほんのり、花ならつぼみよ。私8歳のクルメの火旗織りでございますもの。私合歳火旗を織り織ります。とっさいの村の若い衆が来て、遊ばんの遊ばんのち言いますもんの。ありがとう。お、ユッキーさんも、セミとポップティー見てくれてありがとね。なってんてんさんも、そうなんですよ、資格を去年取りまして、あの麻雀プロのね。フォレスト系男子さん、ありがとうございます。海道線五郎さん、こんばんは、ありがとう。ストリートくん、こんばんは、ありがとうございます。バリンチュさん、フルー、ありがとう。バリンチュさん、人間っていいな。熊の子見ていたかくれんぼ、お尻を出した子一等賞、夕焼け小焼けでまた明日。ありがとう。母ちゃんさん、ありがとうございます。ねえ、アシポン、ほんとだね。でもこれなんか多分一時的なものだと思うんですけどね。うん、なんか急にできちゃったな。あと腕にも一個今できたんだよね。そうなの、右と左に一個ずつできてます、今。なにこれ、今できた。おすすめの皮膚科あり、あ、あやかさん、ありがとうございます。本当ですか。で、私最近あの皮膚科、1週間ぐらい前に皮膚科行ったばっかり。あのまた違うあのことで皮膚科行ってたんですけど、また来たんかねって言われるかもしれない。今度はちょっとなんかブスブスできてみたいになるかも。ひでゆきさん、フル、ありがとうございます。キスで目覚めるお姫様なんて、おとぎ話の中だけでいいわ。目が合うたびにもどかしくなる。ありがとう。ふふふ、こえぽんさん、セミ、ありがとうございます。村ペチーノ。ヒロ君、プチ、ありがとうございます。お仕事お疲れ様。
うわー、スポン、それはやばい。虫刺されがまだ痒くて、もっと早く病院行けばよかったってなってるって。なんか山の蚊ってね、蚊、虫、なんかちょっとやばいかもしれないよね。何がいるかわかんないもんね。そうかそうか。ムラチンセミありがとう、あのポップティーの見てくれてありがとうございます。スコールさんいらっしゃい、ありがとうございます。あ、ここにもできた。あら、なになに、私の体大丈夫そう。なんかここにも今増えました、2つ。私なんか食べたかな、なんかアレルギーみたいなやつ、なんだろう。え、ちょっと怖いんだけど。そうなの、ちょっとずつ増えていくよ。ローマ人のマサさん、フルありがとうございます。今日ものんちゃんいらっしゃい、ありがとうございます。ありがとう。竹山メイツさん、フジモンさんにヨッピーさん、フルありがとうございます。メイツさんいらっしゃい。コタロウさん、セミありがとう。コタロウさん、グッチもフル早いね、ありがとうございます。アントワーヌさんいらっしゃい。やばい、コメントがちょっと途切れておりますけど、すみませんね。コタロウさん、セミカウントもありがとうございます。アオちゃんさんにスタミさん、いらっしゃい、ありがとうございます。猫さん、フルありがとうね、猫さん。今日もあんちゃんさん、カウントとセミありがとうございます。ローマ字のマサさん、フルありがとう、マサさんありがとうございます。アニラジュさんいらっしゃい。大将さんもフルありがとうございます。大将さん、花屋敷も行ってきたよ。浅草寺のおみくじは誰も半吉出なかった。あ、出なかった、いいな。しかも花屋敷、花屋敷ね、私あのハルポンと行った時あんま時間なくて、あの2個しか乗れなかったんだよ、あのアトラクション。だから今度めっちゃ長く行きたいなと思って、一日中。そうなの、ケンスケフルありがとうございます。ありがとうございます。目元のポツンによしんこしてくれてありがとう。治ったらええな。あ、ちょっと消えかかってるか、どうだ。千葉さんありがとうございます。いらっしゃい。えなさん、ここはお家ですか。お家です、ここお部屋です。そうだよ、のんちゃん、古今和歌集のツイートあれ誰がわかるって話よ、ほんといいねしました、面白かったのぶさん、フルありがとうございます。もうあなたから愛されることも必要とされることもない、そして私はこうして一人ぼっちで。ありがとう。くーちゃんいらっしゃい、ありがとうございます。カッコーの嫁ってアニメ主題歌もエンディングもいいですよって。え、カッコーの嫁初めて聞いたかも。今期のアニメかな。いいね。松屋さんありがとうございます。こんばんは。しんいちフルありがとうございます。しんいち今日も。え、大工さんいいね。え、お孫さん何歳なの。孫が遊びに来てくれたって言うて嬉しいね。アニラジさんにハギーさんいらっしゃい、ありがとうございます。あ、エナさんフルしてくださってありがとうございます。嬉しい。原宿に行って可愛いものたくさんで買いすぎました。ひなおちゃん最近何か買いましたか。最近は、あ、あのライブで最近履いてるスニーカー買いましたかね。あの新しいスニーカー欲しいなと思って、そう、あの ABC マート行ったらね、すごい可愛いスニーカーに出会って買いましたね、最近。それかな。いいね。
リアムさん、ありがとうございます。トゲ、セミ、ありがとう。トゲ、ありがとうございましょう。ミーシャさん、こんばんは、ありがとうございます。夏やろ、グエコマーティン。吹き出した。いや、これいや、おもろすぎよね、これ。急にこれ書かれとったら笑うよね、でもこれ。ふみいこさん、こんばんは、ありがとうございます。わっ、風鈴さん、本当？今週の土曜日の徳島、来週の日曜日の神戸は曇りか、予報。わー、晴れてほしいな。なんかちょっと前まで雨予報だったよね。かんちゃん、降る。ありがとう、かんちゃん。今日もアメマさんに、ワンガンさん、セミ、ありがとうございます。自分も後ろで麻雀指導してもらいたいけど、怒られたばっかりになるかも。いや、怒ったりはせんと思いますし、やって良いのならぜひとも。そういうのなんか教えるというか、みんなとあの麻雀をしてみたいので。そうなのよ、ファンの皆さんと。おしつりさん、プチ、ありがとうございます。昨日のおろした髪、ツインテール、サイドテール、今日のポニーテール、全部好きです。あ、よく覚えてくれて。本当じゃ、最近なんか全然違う髪型してますね、コロコロと。お、ピルクルもほぼフル。ありがとうございます。ほぼフル。疲れが出てる可能性はあんまりないと思うけど、いっぱい寝たし、割と今日はゆっくりできてたので。そうなの、蚊がいるのかな。蚊ではないかもね。ちょっとずつ増えていってるので今。そうなのよ、なんだろうね、痒くはないよあんまり。それは痒いですか。いや、痒くないです。今急にできました。あ、豆柴さん、フル。ありがとうございます。来週徳島ライブでお手紙と一緒に渡したいものあるから。なんだろう、ありがとう。なんでしょうか。アマトーさん、セミ、ありがとうございます。わーい、ありがとう。ニュニュニュ。え、のんちゃん、特典会緊張してたの？へえ、そんな感じに見えなかったけど、たくさんお話できたし。いや、そうだよ、いつもね、顔ちっちゃいって言ってくれるけんね。ありがとう、のんちゃん、ありがとうございます。そうなよ、何食べたっけなってね、今思い出してるんだけど、そんなね、食べてからもう3時間ぐらい経ってるんだよね、夜ご飯とか食べてから。そうそうそう、今はね7個ぐらいあるかな、全部で。ちょっと増えました。ようちゃん、カウント、ありがとうございます。今日はペッパーくんの誕生日、ワイはないけどひなは見たことあるって。ペッパーくんあるよ。どこで見たっけな、なんかね、派遣されてきてね、なんか学校、高校か大学か忘れたけど、なんかペッパーくんが派遣されてきて、なんか一日いたことがありました。チョコラ BB ね、最近ね、毎日飲んでるんですよ。免疫も上げたいし、ビタミンも飲もうと思って。生もの食べた。生ものは食べてないかな、今日は食べてないですね。この2、3時間で食べたものはないかも。コーヒーは飲んだけど、
でもこれ治ってきた。ちょっと静まってきました。静まってきた。レイジーさんこんばんは、ありがとうございます。とろけるさん、セミありがとう、違うセミだったって。ユッキーさん、フルありがとうございます。今日も空の声が聞きたくて、風の声に耳すませ、海の声が知りたくて、ありがとう。ひなぼうが歌ってる時にギフトとかが画面に流れるの素敵なりねって、嬉しいよね。コロボ、そうなの、カラオケの時とかもね。そうなんです。声ぽんさん、フルありがとう。声ぽんさんありがとうございます。お、リラックマ、フル長っ、上ありがとう、フルしてもらって。眠いか、今日は。モキチもフルありがとうございます。今日も、今日とて。マサさん、セミありがとうございます。明日は休みなので滝山のゼップとコミセンのライブ。おお、ゼップもあるんですか、ありがとうございます。ありがとう、こんな頼りない私と一緒にいてくれて、ありがとう。素敵な歌声、ありがとう。アスポなんか歌ってた時だな。サカピーさんにやっくん、ありがとうございます。今日も、私も麻雀は初心者でゲームしかやったことがないのです。宅で4人打ちは絶対緊張するって。そうよね、やっぱゲームとは全然違うもんね。でもルールさえ分かっとったら割とね、最初緊張するけど、ね、慣れるのはめっちゃ早いと思います。ゲームとかでやってたら。滝山メイツさん、セミありがとうございます。よっちーさんこんばんは、ありがとう。そうや、なんかほのぴーがさ、最近ね、五等分の花嫁見てるらしくて。そうなん、アニメにハマってるんだって。五等分の花嫁も見てるし、スパイファミリーも見てるって言ってた。で、五等分の花嫁の話になってさ、ほんでなんか今映画やってるじゃないですか。でそれ一緒に見に行きたいみたいになって、そしたらハルポンも、え、じゃあ見よ、私も見るってなってね、なんか3人で五等分の花嫁の映画見に行く約束したまあとりあえずハルポンに全部見てもらってからになるんやけど、その後に行こうねって話をしたんですよ。そうなんだからね、今滝山メンバー内で五等分の花嫁ブームが来ているんですよ私もね、2期の途中まで見てたんだけど最後まで見れてないので見たいと思います。よっちさんいらっしゃい。ぬくもりさん、セミありがとうございます。お、イベント応援来てくださった皆様に、お、ぬくもりさんイベント中ってことか。お、スーパーハイパーヨシンコスーパーハイパーヨシンコ。大工さん、世界一周ひなびんた、うお、大工さんに厳しい。ムラッピーさんもフルありがとうございます。ありがとう、ムラッピーさん。今日も、え、ちっちゃー、かわいい大工さんのお孫さん、6ヶ月と1歳5ヶ月でバブミがかわいい。体調も夜勤中にありがとうございます。本当にありがとう。チャリダー FB さんこんばんは、ありがとうございます。ひろくん、メーカーはね、ナイキです。ナイキ、ナイキ。
カノーさん、奥様もフルいつもありがとうございます。ダルマレンジャーとコテ、なぜだろうこの時間に食欲が止まらないって言ってる。やっぱね、なんか夜中まで起きれば起きるほどねお腹空いちゃうよねって、わかる？この時間にお腹空くの。あ、みちゃおさん、よかった。最近体調もよく、朝から、早出出勤してきますって、していますかな。よかったです、朝早くからお疲れ様。とくとさん、こんばんは、ありがとうございます。大工さん、カウントとフル、ありがとうありがとうございます。今日も米多いね。歌はまた今度お願いねって。あ、全然、またいつでも歌います、ありがとうございます。リュウさん、フルありがとう。リュウさん、捨て配をひなほプロに指南してほしいさ、泣かない強さもって。そうだね、そうなのよね、泣く泣かないってめっちゃ難しいよね、ほんと。トクトさん、徳島行きますよ、行きます。お、隊長にムラチンフルありがとうございます。今日はみたらし団子の日なんで、ひな団子ポーズをお願いしますって。みたらし団子の日なの今日。なんか怖いな。はい、のりたまさん、いらっしゃい、ありがとうございます。どこまで埋めてたかな。むらっちんふるありがとうありがとうございます。今ルネッチョちゃんに、え、いいねされたよ、ポップティーンの拡散ツイートにって。あら、むらっちん、ほんといいな、ルネッチョちゃん。ドワーフさん、ありがとうございます。今日も、今夜のお供はひなおちゃんが以前飲んでいた、あ、愛のスコールマンゴー、美味しかったあれ、めっちゃ。今日はキーちゃんいるんですけど、どこにいるかな、静かだね。のりたまさん、世界一の大剣豪になる男さん、こんばんは、ありがとう。たかさん、のいちさん、こんばんは、ありがとうございます。ありがとう、まささん、よしんこしてもらって。ひなほはいやりますかな、てんてんさんサニーさん、やーってなにおさっぴーさん、ふるありがとうございます。おさっぴーさん、サニーさん、やー、ふみひこさん、カウント、ありがとうございます。えいじさん、ふるありがとうございます。元気100倍アンパンマン、わー、イエーイ、ありがとう、ありがとう、あんちゃんさん、気をつけます。麻雀は奥が深いですね、でも深すぎます、本当に、そこの底まであります。お、コロボおやすみ、ありがとうございます、ありがとう。寒くて毛布にくるまってるって、それな、ちょっと寒いね今日は、暖かくしておやすみ。ペッパーくんと友人になれましたか、何回か話しに行ったけど、そうなのよ。あ、でも結構お話できたな、ペッパーくんと。あ、ぬくもりさん、ほんと BB いつも飲んでるの、おそろっていいよね、チョコラ BB ちょっと高いけど。ロビーズさん、フルありがとう、今日もひなほちゃー言うてもろて、ありがとうございます。
それは心配になるレベルよ、風鈴さん。心拍数150はもう病院カウントいかよ、それ。ありがとう。ね、治ってきたね。よかった。そうなのよ。こっちも治りました。あ、腕も引きました。あ、よかった。あ、なくなってきた。よかった。トラガンバさん、ありがとうございます。わーい、来てくださって。ありがとう、ありがとう。マミシバさん、カウント、ありがとうございます。ナオさん、兄さんさん、フル、ありがとうね、来てくださって。ラジオ、あ、違う、フルしてくださって。ラジオ局に竹山の曲リクエストするとすれば、何を勧める理由はある。え、全部おすすめだからな。なんだろうね。でも私ね、結構ね、あの、8月の幽霊とかいいんじゃないかなと思うんだけどね。なんかこの入り方が、それでは聞いてください。8月の幽霊、チャンチャンチャンポン、チュルルルルルルルってなるやん。結構それでね、なんかその入り方がすごくいいなと思って、8月の幽霊は。こう、初めて耳にするとき。ちょっとおすすめしてるかも。お、アリスさん、フル。ありがとうございます、アリスさん。降水確率、11日徳島 60%、12日神戸 40%。結構降るやん、それ。結構降るね。ま、大丈夫、まだ。まだちょっとね、時間がありますからね。ゆいさん、こんばんは。ありがとうございます。にゅるにゅにゅにゅ。部屋にキノコ生えてる。ほやろ。キノコ生えました。アントワーヌさん、フル。ありがとう、アントワーヌさん。何回も申しますが、月謝払うので麻雀教えてください。めっちゃマジトーンで言うのやめてください。やりたいです。来てくれるんですか、ミラノ州。バンクーバーさん、フル。ありがとうございます。 I love you。 どこ歌うか迷うね。 I love you、 I love you、 ずっと大好きだよ、止まない雨はない、ゆっくりだけどしっかり enjoy。 ありがとう。おひつりさん、セミ、ありがとうございます。ダスカちゃん可愛いんだけど大きくてちょっと置き場に困ってますって。あ、取れたやつか。え、そう、結構さ、あの、縦に横にパーンじゃないからさ、なんか どこか隅の方にこう縦にこうシュッと収納しても可愛くない？どうでしょう。辰野倉さん、フル。ありがとうございます、辰野倉さん。やばい、めちゃくちゃコメント来てくださってて読めてないの結構ありますけど、すみません。3人で映画いいねって。小太郎さん、フル。ありがとうございます、小太郎さん。ストンコさんもほぼフル、ありがとう。マーティンでフル、ありがとうございます。花嫁メンバーはそれぞれ誰が好きな、なんか誰が好きっていうより誰っぽいかみたいな話になったんよ。この3人が性格的に誰っぽいかっていうことになって、結局決まったやつがあるんですよ、3人とも。誰やと思いますか、みんな。誰が誰、ちょっと五等分の花嫁知ってる人しかこう分からんネタなんですけど、分かる方いらっしゃいましたら。そうなの、そうなの。あ、スポン、ほんと？見よう見よう、2期の途中から。お互いが、まあ、私とほのぴが主に、あ、ほのぴは何、誰誰誰とか、はるぽん誰誰だよね、みたいに。なったんですよね。
三等分の花嫁。あ、まだだ、キノコ石さん。すみませんね。その受け取れてないやつね。スタジオにね、行ったらあるんだけど、多分。麻雀は奥が深いですねって。ほんまに。深いのよ。推しの推しが気になる。そうなの。牛若丸さん。こんばんは。キノコ新食？いや、ずっといますよ、この子は。赤い子もいます。ありがとう。今更ですが、ヨシンコってどんな意味なんですか？ヨシンコですか？ヨシンコはね、ヨシヨシの、なんだろう、私がこう、変えました。ヨシンコに。そのままです。神田カンタさん、ありがとうございます。こんばんは。え、甘党さん、今、ガンダムやってるんですか？映画。へえ、そうなんだ。マダワさん、フル！ありがとうございます、今日も。ファンタビ見たよ。え、ほんと？え、まだやってる？今。いっぱいおすすめあるけん。追いつかん。次は五等分の花嫁かって。そうなのよ。うわぁ、ストンコさん大変やったね、それは。人身事故で電車1時間半遅延して、やっと行き着いた。ムラピーさんいらっしゃい。ありがとう。あ、ムラピーさんいらっしゃいって普通に言っちゃったけど。めちゃめちゃさっきまでいてくれとった。こんばんはって言ってくれてる。出会いもん。何それ、みちゃおさん。骸骨騎士様って当てるこれ。なんか面白そうだな。手をグーにして頭の右に、右手。腰ってことね、これで。ハムちゃん、フル、ありがとうございます。ありがとう、ハムちゃんさん。今日は写真を撮り始めて15周年の記念日なので、長いことを撮られたんですね。すごい。あに、うん、ピーナッツ、ピーナッツが好き、ハムちゃん。ピーナッツ、ちょっと待ってよ。ハムちゃん、写真を撮り始めて15周年、素晴らしい、素晴らしい心の、素晴らしい心の写真家屋さんです。はい、素晴らしい、素晴らしい心のお医者さんですって言ってたよね、アーニャ。トゲ振る。ありがとうございます。タクで打つとハイに触るのがいいよね。やりましょう、ひなほはい。やりますか、ひなほはい。モーパイとかね。おひつりさん、ふる。ありがとうございます。大いなる希望の力、キュアおひつり。ファントムさん、ふる。ありがとうございます。今日もきな様泣いた。そうなの、めっちゃにゃんごろ言ってたね。ハラメタルフル。ありがとうございます。お、東海オンエアのバキのやつめっちゃ面白かった。あれ、動物園のやつ見た？もしかしてめっちゃ面白いよね。ハラメタルン。Fゴルフさん、セミ、ありがとうございます。セットしたのになんで寝ちゃうんだ、わしのバカって。あ、そうなの、起きてくれたの、ありがとうね。捨て帽子してくれとったね、ありがとうね。そうか、そうかい。としひとさんいらっしゃい。ありがとうございます。浅はかのヒーローさん、カウント、ありがとうございます。いいな、シチュー。あ、めっちゃシチュー食べたい。いいな。ひょっとこ顔、ひょっとこ顔になってた私。ポップマスターさん、あ、これね、ほんとじゃん、ひょっとこ顔じゃん。ポップマスターさん言ったね、ありがとうございます。チートイツは好きな方ですか？あー、
そうですね。手軽に跳ね舞い行きやすいもんね、チートイツ。ドラガン2枚あったりしたら。4トイツから考えます。トキキさん、こんばんは。ありがとうございます。アキエモンさん、フルッ。ありがとう、秋山さん。今日はカリチの唐揚げとシュタバのメロンフラペチーノ食べました。いい巡りです、それは。いいね、いいね。てんてんてん、ダブルタレマンジ、指番号スラッシュ、カンタフー、カンタフー、カンタフー、クエスチョンマーク。ありがとう。ようちゃん、フル。ありがとうございます。旅旅旅よか、私の美味しいお友達、この美味しさ美味しく伝えたいから、ありがとう。たくさん振る。ありがとう、ありがとうございます。うわ、嬉しい。8月の幽霊、自分一番好きですってサカピーさん言ってくれた。ありがとう、嬉しい。神田寛太さん、カウント、ありがとう、おやすみ、ありがとうございます。マサさん、フルー、ありがとうございます。ありがとう。今日も、今年で滝山でやってみたいことが、こととかありますか。滝山でですか。ライブかな。お客さん入れてたくさんしたいって感じですかね。お、てっちゃん、こんばんは。ありがとうございます。東條理央さんはまだお会いしたことがないので、会った時はよろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそ、そんなん言ってくださっとったよね。あら、嬉しい。てっちゃん、すごい。英作さん、ありがとうございます。稲葉ちゃんは大阪で確実に降ると思われてて、雨をやめたもんなって、止めたもんなって。そうなのよ、あれ、みんなのパワーで本当に降るって言われとったもんね。あの日晴れましたで、大阪の日。長崎の田中圭さん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。ありがとう。来てくれるのかい、トゲ。ストリートくん、村地、全国、何？行幸？しよう？あ、去年の大阪のライブで初めて8月に8月の幽霊披露できた。そうだ、ほんとじゃん、大工さん。え、ブレイブさん、走ってるよ、アンパン。誰が誰でしょう。とりあえずいつか、いちかが好きだ。あ、猫さん、いちか推しなんですか。いやー、めっちゃ可愛いよね、いちか。目覚まし時計いいよね、五等分の花嫁の。にゅるにゅん、アクションさん、おしんこ。よしんこ、おしんこになってしもったやん。みひろさん、フル。ありがとうございます、みひろさん。オカムさんに、ドナルノさん、フル。ありがとうございます。今日はキーちゃん、きなこテーム嫌がらないかなって、今んとこね、どこにいるかわからんけど、ちょっと今日はランキング前に確保したいよね。え、55分って何？ 10 時から始めたよね。え、やばいやん。ちょっと閉めますね。ルネチョちゃん、ありがとう、ドナルドさん。よしんこしてもらって。あ、グッチ、グッチめちゃくちゃ惜しい。予想。ひなほがミクで、ほのがいちかで、はるがニノですね。
すごい3人中2人当たってます。私がミクちゃんで、ホノピーがイチカちゃんで、ハルポンがヨツバちゃんです。ヨツハちゃんやったっけ、ヨツバちゃん、ヨツハちゃん、ヨツハちゃんかです。すごいね、グッチ。お、おひつりさん、ミクちゃん好きって言ってたよね、そういえば。それ聞いたな。ワンガンさん、フルありがとうございます。ね、今日の最強戦楽しみだで、見るの。すごいな、そんなことになっていたとは。あ、マダオさん、あ、ひなおちゃん、いつきちゃん、ほのぴー、いちか、マダオさんも2人合ってる。ハルポン、ヨツバ、ヨツハ、ヨツバ、正解あ、きなこいさん、プチありがとうございます。ひーにゃ知れば滝山が救われる。ひーにゃ滝山が好きひーにゃ滝山が好き。顔がもうこんなにならんとちょっと難しい。カリタン2週ありがとう。今日もひらがなの、え、ノブさん2人目かな。ノブさん、アスタリスクのマークありがとうございます。ムラチン、いってらっしゃい、ありがとうね。コメント多かったね今日。お、とろけるさん、シンとろけるフル完了どういうこと、ありがとうウルトラマンみたいだね。にじえろうさん、フルありがとうございます。ちょっとお供タイムいかんとね。あ、アンギャや、さとしさん、それアンギャ習った、なんか習ったぞそれ。アンギャ行幸やって、行幸やって、あ、オブマスターさん、フルありがとうございます。ひなほさんには内緒だけど徳島行けるかも。めちゃくちゃ内緒じゃなくなったけど嬉しい、さとしさん、ありがとう。ちょっと待ってよ。マッコイさん、いらっしゃい、ありがとうございます。では今日から見越し浮雲さん、七葉ちゃんのルームよりカウント、ありがとうございます。ありがとう。何かのクマいただいた、ありがとうね。あ、のりたま告知ありがとうございます。たくさんちょっとギフト読ませてもらって、おさぴーさん、花束、猫さん、猫にこばん、ありがとう。しんいち、花びら、おひつりさん、ラブレターだ、ありがとう。じいじ、めちゃバラいただいてた、ありがとうございます。たくさんも、だるまレンジャー、ありがとう。ドドドン、ありがとうございます。アントワーヌさん、サイリウム、ありがとうございます。こえっぽん、音符、園原隊員さんも音符、ありがとう。ようちゃん、結婚して、新山さん、あ、小判に花束まで、わざ10個もありがとう。みひろさん、ハート、ローマ字のマサさん、バラ、ありがとうございます。あ、マサさん、レインボースターもいただいて、ありがとうね。おしつりさん、さくらんぼー、ありがとう。ようちゃん、ありがとうに、ふうりんさん、かわいい、ありがとうございます。あ、こえぼうさん、あの、これは何のクマだ、ありがとう、クマいただいて。これは何のクマだろう、なんかあの、あれだ、ブライダルのクマかな、ありがとうございます。園原さん、ハートもありがとうね。徳さん、うん、甘党さん、見てみそう、ご当分の花嫁。よし、では今日のお供です。今日のお供、三ツ矢サイダー、ソルティ、あ、ちょっと待って、きなこ捕獲してもらったんで、さっき、よいしょ、もらいたいと思います。よいしょ、ほっ、
え？きなこかわゆいね、きなこ今日も今日とてだね、きなこは。ん？あれ、きなこ、首輪の位置が昨日と変わってないよ。昨日やない、一昨日か。変わってないよ、きなこ。あれ？きなこの全貌。あ、きなこ、きなこ。きなこ、あ。きなこはん。あ、すごいお上品やね、きなこ、この前足のこの置き方。お上品なこと、きなこかわいいね。お腹がね、きなこ。もっふりもっふりでね。ほなね、きなこ。バイバイ。もふり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 。はい。よこいしょっと。ではちょっともう本当にめちゃくちゃ過ぎちゃって。すみませんと。ランキング読みしていきますね。あ、ごめん、ちょっと音もすっ飛ばしとったわ。音もこの音もがね、ソルティーグレフル三ツ矢サイダーです。沖縄の海塩海塩をひとつまみ。では、お泊まる方、一緒に乾杯。はっ、おいしい。うん、なんか甘い。なんか思ってたより甘いけど、甘じょっぱいって感じだよ、これ。ほんとめっちゃいいよ、これ。このグレープフルーツにさ、よくこう砂糖をかけて食べるじゃんか。赤いやつとかもそうだけど、そんな感じよ。美味しい。あ、美味しい。果汁はね、書いてないのよね、これが。果汁入ってないのかね。美味しい。スイカに塩的な。まあそうだね、逆だけど、そうだね。すっきりよ。ではちょっと過ぎちゃったんで、13位から言わせてもらいます。13位、虹色さん。はあ、ありがとうございます。虹色さん、ありがとう。12位、お、夜勤中の隊長、ありがとうございます。12位でございます、ありがとうね。11位、おひつりさん、ありがとう。ひつりさん嬉しい、今日もありがとうございます。そして10位、ムラチン、ありがとう。ムラチン、もう言っちゃったか。今日もありがとうございました。9位、ローマ字のマサさん、ありがとう。9位、たくさんいただいてありがとうございます。今日も8位、ジージだ、ありがとう。ジージー嬉しいです。今日もありがとうございます。ラッキーセブン、ワンガンさん、ありがとう。7位、嬉しい。ないです。今日もありがとうございます。明日はいい日になるぞい、ありがとう。6位、ピルクル、ありがとう。ピルクル団長、いつも乗ってくれてありがとうございます、ありがとうね。5位、おさぴーさん、ありがとうございます。今日も今日とてありがとう。団長、いつもありがとうね。そして4位、お、イズキュン、ありがとうございます。イズキュン4位です。たくさんいただいてありがとうございます。そして3位、アボン、たくさん、ありがとう。たくさん3位です。嬉しい、今日もありがとうございます。わあ。そして2位、アボン、こえぽんさん、ありがとう。壇上乗ってくれてたくさんいただいてありがとうございます。そして今日の第1位、アボン、なおさん233さん、
やーい、ありがとうね、1位です。たくさんありがとうございます。なおさん、233、はい、1641名様たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、今日も一曲歌って終わりたいと思います。ちょっともう6分過ぎちゃってるので早めに決めようかね。ではリクエストタイム、よーい、スタート。何でもリクエストしてください。あれ、きなこいさん調べてくれたの？果汁 1% 入ってるんだ。あら、ありがとう。 1% 入ってた、ありがとうございます。あと何何、誰かがフルだよって言ってくれてた、ゆうさん、ありがとうございます。のりたまが言ってくれてる、ありがとう。ゆうさん苦しくださってたのか。ひなほの好きなアニメの歌、なんでもないよ。なるほどなるほど、君煩い。天使に触れたよ、君の知らない物語、最後の雨。あー、今日ね、雨だもんね。空と君との間には、お、君が涙の時には、バニラソルト、あ、堀江由衣さん、おー、堀江声優さんの。女の子は誰でも、花は誰のもの、負けないで、若者のすべて、真夏のビッグバさん、天気予報士が愛を込めて、世界の約束。ありがとう。レイニーブルー、マサヤさんお疲れ様です、ありがとう。いつか、命の理由、プラチナ、ハイテンション、アニマ、名残雪、プレシャス、決めますね、花束の代わりに。雨、君を連れて、おお、歌えたよね、それなかった気もするよね、それ。キャッチザモーメント、ハートリアライズ、松は、なだそうそう、ラブ修行、ハローアゲイン、お、ノーさんいらっしゃい、いい日たぴたち、あなたに送る愛の歌、元気の出る曲、なだそうそう、カブトムシ、だんだん心惹かれてくる、ただ君に晴れ、うん、高木さんの奏で、ノーセンキュー、めっちゃもらってるこれ、君はロックを聴かない、366日、はい、ありがとうございます。